阿波町のどこに向かっているかというと今東西高校に向かっています。今日は何でどこに行くかというと、今度11月の4日に阿波フェスっていうのが開かれるんですよ。高校生たちが中心になって島でフェスをしようっていう、クラウドファンディングのやつで、目標金額も2倍ぐらい超えてて、いや高校生だけですごいなと思いながら来たからですね、取材をさせてもらえるということで行きたいと思います。ドキ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 、ちょっと緊張します、ね、学校に入るのは。今回開催されるアマフェスはプロの音楽ミュージシャンの方とかもいらっしゃるようなフェスみたいで、すごいですよね。グラウンドに集合ということで、グラウンドに集合っていうなんか学生に戻った気分でいいですね。わあすごい、無断侵入ではない、グラウンドっぽいところに着いたんですけど、もっと広いところがあるのかな。日向ぼっこ中華かわいいな。はい、捕まえる人間違えてると思うんだけど、皆さんは高校2年生ですか？ここ3年生で、ここが2年生なんですね。この4人はどうやって集まったんですか？私が呼びかけて集めたメンバーで。あ、そうなんですね。はい、はい、はい、あ、そうなんですね。で、直感面白くなりそうだなっていうので。確かに。18年にも1回アマフェスっていうのがあってなくなってたんですね、アマフェスは。そうです。コロナあったので。ああ。まあアマフェス自体ある費用の面。うん。お金がかかるんですね。ここにも、ここにも八代さん300万ほど。300万。1日で飛ぶんですね。そうか、あれですね、1年前から準備を。長かったですね。この4人はこう何か音楽はフェスではされるんですか？高校生バンドで、みんな楽器をされるんですか？ここはボーカルで、ボーカル、ドラム。ぶっ飛んだもん勝ちっていうのが今回テーマなんですよね。それはどういう理由でつけられたんですか？ぶっ飛んだもん勝ちは、はい、今までコロナで音楽とかもやったことがあって、はい、高校生自身が今回ないし、うん、大きな阿波町のイベントだったりとか、そういう行事がどんどんなくなってる中で、はい、そういうのをもう全部解除して、なんかみんなでとにかく歌って踊ってぶっ飛んで、コロナ前の阿波町の活気を元を戻したい、思い出したい。
T シャツは、この T シャツの、はい、裸の王様 T シャツ、裸の王様 T シャツ、はい、全てをさらけ出すっていうので、ガチ予算書を、はい、それはまあ、ぶっ飛んだもん勝ちの、まあ、一種のテーマに沿ってる面もあるんですし、はい、まあ、全てをさらけ出して、まあ、みんなで盛り上がろうという、なんか面白い、ね、今のままだと、ね、今のままだと、このまま9月時点なんですけど、はい、マイナス60万、赤字ということになってるんですけど、これです、これか、そうです、これですね、でこれは、まあ、頑張って回収して、はい、たくさんお客さん来ていただいて、なるほど、お客さんが来てもらえればなんとか黒字になっていくということですね、はい、ぜひ来てもらいましょう、はい、ぜひ絶対に来てもらいましょう。この T シャツは買えたりするんですか？これは、買えます。買えますか？オンラインショップ。オンラインショップで？オンラインショップで、まあ、オンラインで注文できますし、まあ、実際来てもらったらそのブースもあるので、そちらで購入してもらいたいと思います。あるかな、あ、神楽、あ、プロのアーティストの方々だけでなく、はい、うん、あ、見に来てください、高校生一緒に混ざってカグラやったり、まあ、もちろんプロのアーティストの方も来られるんですけど、はい、一番最後の大トリに高校生のバンドをやってきて、はいはいはい、バンド演奏したり、はい、なかなかローカルな部分もあって、うん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 、食の感謝祭っていう、あの毎年海士町で行われてた、はい、食ご飯を食べるイベントがあるんですけど、はい、それがあのコロナの時にずっとなくなってて、それをアワーフェス、今回のフェスで復活させることになって、その食の文化祭と、あと毎月土曜第1の土曜日に行われているマルドマーケット、アマチュアのイベントとコラボして、はい、フードもめちゃめちゃ盛り上がると思うので、ぜひ飲みに来るだけでもいいので飲みに来るだけでも、ぜひ来てください。アマフスの公式のインスタグラムと、はい、フェイスブックをやってるので、はい、よかったらチェックしてみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。アマフェス、ぜひ来てください。待ってろ。